ほら、うん、かわいい。着いたよ、鳥居です。ゆりちゃんの地元めっちゃ美味しい、マジでやばいね。うまい。うん、おお、この後ろのところ、おお、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。初揚げもみじ、もう最高。今日ね、満足。これで満足、これで満足してもらっちゃ困る。まだいっぱい食べないと。見て、作ってる。あ、本当だ。これがもみじまんじゅう。あ、もみじまんじゅうを作っている。いいね、やっぱさ、景色が綺麗だわ。まずこれすごいね、マジで、ね、なんかね、あの、出迎えられた感じがします。すごい。します、します。ちなみにこれは今どこに向かってるかですか？はい、鳥居に向かってます。なるほど。鳥居とは宮島の鳥居、はい、あ、鳥居。なるほど。鳥居、鳥居っていう場所に向かってるんですね。え、やばい。え、書かれるやつや、ね、信じらんない。行きます。やめてください。あ、綺麗だ。来て、とかいないです。海だよ。鹿がいた。鹿がいました。鹿いる。めっちゃ可愛いんだけど。鹿、倒れなくていいの？倒れたい、倒れたい。何個いる？絶対倒れたい。鹿だよ。可愛い。やばい。あ、可愛い。頑張ってる。可愛い。可愛い。あ、いいな。疲れてる。おかわいい。え、怖い、触れないんだけど。え、るいちゃん一緒に来て。震えてるんで。お手本見せて、お手本。すごい、やっぱ、あ、先生だわ。我が子のようにのつけている。待って、そんな朝に行くもんなの？うん。やっぱね、大事。あ、そう、かわいいでしょ、私の意味、ほら。うん、かわいい。喜ばせないで、私の気持ちだから。これ喜んでるでしょ。でも今鳥居が見えました。鳥居が見えました。あの赤いやつですね、皆さん、はい、見えました？みくちゃんが知らなかった鳥居。鳥居が見えましたね。鳥居の方に行こうか、ね、力を降りて歩いていこう。そうですね。よし、ブーツなんで、はい、気をつけながら歩きましょうね。来る皆さんも足元には気をつけた方がいいかもしれないですね、はい、これ結構スニーカーとかサンダル系で来るのがおすすめ。そうですね。ではあるかもしれないね、うんうん、私たちがミスっているみたいなとこもある、うん、だいぶ私なんか冬用のブーツを履いてきてますから大変ミスっております。そうですね、はいはいはい、みさきさんちょっとやらかしてます。やらかしですね。あ、尾行するわ。あ、待って、やばい、土がない。ほっ、あ、土が。やっぱね、皆さんスイスイ進むうまいですね、さすが。うつるね、横に。もうちょい近くまで行く？こんにちは。行ってみたい。行こうよ。で、行こう。もうすぐね、鳥居が近い。てか、もうもはや目の前というところで。すごい。映像じゃ伝わらないけど、本当にでかいんですよ。ね、大きいし、綺麗だし。これ絶対皆さんに広島に来たら行ってほしいですね。改装工事が終わったんです。あ、そうなんだ。だから、もう今丸見えなの、全部。着きました。イエーイ、着いたよ、鳥居です。ゆりちゃんの地元、最高。やったなー、あったなー。素材写真撮ってもらう？うん、撮ってもらおう、ね、こっちですか？近づこるじゃん。セブンショットぐらいになっちゃったで、どこに行くんでしたっけ？今から、はい、厳島神社の裏を通って反対側に行きます。なるほど。その行き道に何かあればつまんでいこう的な感じで。あ、五重の塔だ。本当だ、五重の塔です。あれだよ、秋で隠れちゃった。あ、多分ちょうど、あ、めっちゃいい、いい画角。じゃーん、着きました、五重の塔。大きいです。でかいね。そうだ、美味しいアイスのお店ある。そう、暑いからちょうどいいかもね。あれあれあれ、絶対美味しい。コーヒーソフトだって。絶対美味しい、これ絶対美味しいよね。スペシャルティーコーヒーソフトクリームが王道のやつなんだけど、そうです、ね、私たちはこのスペシャルコーヒーとバニラにします。こちらもお決まりでしたか？スペシャルティーコーヒーとバニラのアイスを一つ。
じゃあゲットしました。これがいつきコーヒーさんのスペシャルティーコーヒーとバニラソフトクリームです。はい、これがお茶受け候補2ということで食べます。食べていきます。いただきます。どうぞ。おいしい。うまい。え、うまい。早く食べな。オッケーオッケー。いただきます。うまいよね。あ、狙ってる。よよよよよよよ、やば、これめっちゃ美味しいね。マジで美味しい。ダメダメですよ。あ、どこ行っちゃった。めっちゃ美味しい。マジでやばいね。うまい。うん、何がどうって説明してあげて。コーヒーとバニラの割合がとてもちょうどよくてですね、バニラのほんのり甘い感じとコーヒーのちょっと下苦味が、風味が出てくる感じがしてとてもベリーグッドです。はい、ということで宮島から市電に乗って市電廿日市に降り立ってきました。降り立ちました。はい、そこでですね、じゃじゃじゃん、けん玉ショップゆめさんっていう、廿日市はね、けん玉発祥の地なんですけど、うん、だからここに行ってみようかなと思います。やった、楽しみ。もう本当にね、可愛いけん玉がいっぱいあるの。失礼します。ありがとうございます。やったー。はーい。待って待って、めちゃくちゃさ、カラフル。そう、かわいくない？え、全然メンバーカラーじゃなくていい。超かわいい。かわいい。かわいい、ちょっと待って。マジでかわいい。端っこから。これが、大空。大空。おー。色綺麗だなー。かわいい。ね、大空ですね。色の組み合わせがめっちゃおしゃん。ね。これとかめっちゃ可愛い。え、それだ。けん玉のこれ作ろうかな。巾着みたいなものね。さすがだな。ね、お、可愛い。スマイル。デザインがおしゃれだな。ね。可愛い。ね。体験用けん玉。これが体験できるんだって。マイけん玉見つけようよ。ね、マイけん玉見つけたい。最初に自分の好きなの。欲しいなって思ったらデザインとかで選ぶ人が多いので、見た目とか、自分が練習するときを想像してテンション上がるやつを選ぶのが結構多いかな。これとかさ、剣にさ、柄がある。そう、かわいい。かわいい。これかっこいい。私本当超久しぶりなんですけど。それでは西崎さんの挑戦まで。え、これ3回チャレンジでいいですか？一発ですよ。かっこよく決めてください。わかった。3、2、1。自分のタイミングでいい？うん。緊張するな。おお、おお、成功できました。ってことはこれは飯田システムのマネージャーさんが買い取り買い取り、私にやったー。レイもやる。これ緊張するわ、割と。それでは平本瑠璃さんの挑戦です。あっさりだね、やっぱり。さすが。ちなみに小皿とかの方乗せれるの？おっ、危なかった。他はなんかこの後ろのところ。おおおお、あ、落ちた。え、すごい上手。ありがとうございます。さすがだわ。いやいやいや、友達は、うん、こっちで持って、うん、ここにはめたりする。マジですごい、めっちゃやってるから。すごい。やってみます、一緒に。え、いいんですか？黄色が好きです。こんな手で手持つんですけど、この時人が自分の上向き、上向き、自分の体の真下を向いてもらってくださる感じで、次のポイントがこの穴と糸とこの点先がまっすぐ自分の前に置こうせになる。うん。今度は遠くに行った剣を自分の方に引っ張り寄せたいと思うので、玉を自分の顎の下に向かってゆっくりゆっくり引っ張り寄せてあげると、うわー、最初から最後までこの剣先だけを見てあげてるので、剣先だけで、剣先が押してくる下に、そう、